さんこんにちは、アルマズです。今日はですね、アルマズアカデミーの12月から2月期の募集のお知らせになります。でアルマズアカデミーっていうのは私がオンラインでやっているレッスンなんですけれども、動画の中で私が編集をして皆様の方に毎週金曜日の12時にアップするというようなアカデミーになっています。動画なんですけれども、皆さんに分かりやすく動画でしかできない編集、そしてレッスンを行っていますので、とってもね、皆様からは分かりやすいというようなレビューをいただいています。でですね、さらになんていうのかな、もうフォローアップっていう回をしているんですけれども、ちゃんとねやってるかなっていう確認も込めて、はい、行っている皆様との交流会なんかで、フォローアップ会っていうのも、2週間に1回やっています。でね、大体の方がもうお忙しいので、やっぱり動画を後で見たいっていう方はもちろんいらっしゃいます。でもそれでもね、全然フォローアップ会もぜひ参加していただいて、で今どういう感じで、レッスンをしてるかなっていうのもね、こうオンタイムで皆様に一緒にね、お話し合いとかをしながら、疑問なんかを解決していけたらなと思っております。はい。で毎週金曜日になると、レッスン動画が1時間アップされます。でそのレッスンの動画以外にですね、無料で、オンラインサロンをアカデミー生の皆様用に作っておりまして、でこちらはね、私が、いろいろなエジプトの文化ですとか、あとアラビア語のやり方なんかもいろいろとご紹介しています。あとエジプシャンのジェスチャーのね、ビリダンスにもつながるような、使い方とか、そういったものもやっているんですけれども、こちらは今ねアカデミー生になっている方のみが見れるサロンなんですね。ですのでこちらは、ずっと、過去の分も、新しく入った方は見れますので、12月から入った方も過去の分が全て見れます。ただしレッスン動画のページとオンラインサロンのページが別なので、オンラインサロンの方は退会すると見れなくなっちゃうんですね。なのでレッスンページのレッスン1時間分合計1時間のものが、こちらはずっと見れます。これはね、もう退会してもずっと見れます。なのでこちらはね、ずっと見れるんですけども、オンラインサロンの方は退会すると見れなくなってしまいます。ですけども、こちらは皆さんね、無料でやっているものなので、交流会で気軽にやっていただいて、あ、なんか動画見切れないわっていう風にプレッシャーになると良くないので、皆さん気軽に見てあげるような感じで、コメントとかもね、気軽に入れてください。わ、こんなのあるんだとか、楽しかったですとか、そういうね、気軽な感じで皆さんと交流できればなと思って作っております。はい。で、今度のレッスンがベドウィンのレッスンになります。でベドウィンって何って思ってる方は、もうベドウィンっていうのは遊牧民のことになっていまして、この方々のステップをじゃあどこで私が覚えたのかっていうことなんですけれども、実は私シャルムっていうね、リゾート地、シャルムイシェイクっていうんですけども、そこで、働いてた期間がありまして、そこのフォークロアチームから、教えていただいて、で実際私ベドウィンの方とかともお仕事をしていました。でベドウィンの方々もやっぱり土地っていうのはいろいろね、場所にあるんですけれども、私が働いてたシャルムのところもまさしくベドウィンの方々が住んでいる方、いっぱいいましたので、触れ合ったことはあるんですけれども、その時のお話なんかを交えながらレッスンをしていきたいと思います。もうなんかね、すごいいろいろとサプライズみたいな感じのことがいっぱいあって、とても楽しかったので、その後のステップでそのフォークラン民族舞踊団がやっていた、これはエジプト人の民族舞踊団なんですけれども、その方々がやっていたベドウィンの踊りというものを、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。私もシャルムでこれパフォーマンスしたことあるんですけれども、とっても可愛くて、やりやすいステップで面白いので、皆さんぜひ一緒にやってみましょう。で、それが12月にあるレッスンですね。そして1月2月ですね、翌年、来年2021年のレッスンなんですけれども、オリエンタルのタラブにしました。でこれはですね、オリエンタルタラブっていうのはやっぱりこうフィーリングとかいろいろ言われると思うので、そういったこともどうしてそういう風に、フィーリングを入れないと、オリエンタルタラブは踊りきれないのかということなどもね、いろいろとこうね、アラブ人の文化などを交えながらお話しして、そしてレッスンはね、こうゆったりした動きが多いですので、こうね、バシバシと今回動くような形ではなくて、こうゆったりとした本当のエジプシャンを、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、細かいアイソレーションなんかもね、レッスンでやっていきたいと思います。はい、皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。アルマズでした。